どうもヒゲちゃんでございます。今日はですね、まず最初に、歌を紹介したいと思います。タイトルがですね、そのものズバリトラックの歌。 YouTube のですね、チャンネル登録名があやかみチャンネルで、上昇綾野カミオンさんという方が歌ってらっしゃいます。トラックドライバーならあーわかるわかるっていうことや、トラックドライバーのちょっとセンチメンタルな心情なんかを歌ってる歌なんですけど、トラックドライバーの方もそうじゃない方も一度聞いてほしいと思います。僕は初めて聞いてですね、3回連続で巻き戻して聞いちゃいましたね。ちょっとねほろりときそうな部分もあるので、ちょっと運転中とかはね前が見えなくなる恐れがあるのでやめた方がいいかなと思います。聞いてみたいという方はあやかみチャンネルさんの方に行ってですね、ライブの映像がありますので、トラックの歌聞いてみてください。というわけで今日はですね、10月10日の木曜日、時刻は20時半ぐらいですかね。あさっての土曜日に関東地方に上陸する台風19号の影響なんでしょうかね。東名高速のちょうどね、海に突き出たところ、由比のあたりですね、あのあたりがもう通行止めに今からなってましたんで、新東名高速非常に車が多い状態になっております。おそらくですね、これをアップして見ていただくときにはちょうどね、台風が来てる時になると思うので、予定では、土曜日昼頃に荷物を積んでですね出発する予定なんですが、まあどうなってることやら今から心配ですね。というわけでですね、今日は新清水ジャンクションの方から東名高速の方に向かっていこうと思います。こっちの方がね、おそらくその手前で通行止めしてるんでね、空いてるかなと思ってこっちへやってまいりました。やはり案の定空いてますね、こっちは。いやー、ちょっと雨もぽつりぽつりとしてきましたね。これも台風の影響なんでしょうかね。あら、ここの信号青以外初めて見ましたわ。日本坂でしたっけ、日本平でしたっけ、あたりのところなんですけど、高速道路上に信号があるんですよね。いや、どうやらこの先で工事をやってるから注意を促すための信号やったみたいですね。いやー、それにしても透明のトンネルってもう継ぎはぎだらけですよね、上ねえ。やっぱ50年経ちますからね、そのうち通行止めにして、まあ大工事みたいなもうまああるんでしょうね。というわけで今日はあまり東名を走らないんですが、初めて牧之原のサービスエリア入っていこうかなと思います。これ広いんですね、ここ。後で調べたら大型だけで220台ぐらい止めれるみたいですね。まあこっち入ってくる車も少なかったんでしょうか、結構楽に止めれましたね。いつも止めるのは苦労するんですけどね。というわけで早速入っていきましょうかね。今時刻は21時半ぐらいですね。今日はお蕎麦屋さんは開いてますけど、こっちのラーメン屋さんとこの海鮮の丼屋さんはもう21時までなんで閉まってますね。じゃあおふくろって定食屋さんの方に行ってみようと思います。自分で取るタイプの定食屋さんですね。ちょっとドキドキしますね、久しぶりに来ましたね、こういうところね。せっかくやからマグロいっときましょうか。
ご飯食べます。ここは定食のこのご飯はおかわり自由みたいですよ。一つください。わかめでよろしいでしょうか。はい、あ、いいです。それで、はい、どうも。あ、甘い方ですか。野菜でいいですか。だし巻き卵もゲットしました。最初やから結構奮発しちゃいましたね。1190円もしてしまいました。うん、やっぱパーキングはちょっと高いですね。どうしてもいきなり橋の割り方失敗しましたね。これマグロの中落ちですかね。わあ、美味しい。ご飯が進むくんでございます。これは入り豆腐ですね。これ入り豆腐ってこれで読み合ってますよね。さあ、だし巻き卵ですね。甘っ、めっちゃ甘っ。子供の時によく食べてた懐かしい甘いうまさ。ちくわの磯辺揚げも、いやー美味しい。これは安定ですわ。白ご飯をおかわりする気満々やからね、白ご飯ちょっと早い目に食べてる感じですね。うん、懐かしい甘さ。いやー、おかず取りすぎましたかね。結構お腹いっぱいになってきましたわ。白ご飯全部食べましたね。いや、今本人だいぶ悩んでますね。おかわり行こうか、やめましたねこれからのね、運行もまだあるので、さすがにこれ以上食べると眠すぎて動けなくなってしまいそう。最後の卵をパクッといただきまして、いや満腹ですわ。ごちそうさんでございました。なんとなく入ってしまったんで、トラックの位置がちょっと分かんなくなってしまいました。おっさん困ってます。この後ですね、ここの牧之原に入ってきた時の映像を携帯で確認して、それで見つけてようやくトラックに戻れました。というわけで、初めての牧之原サービスエリア楽しかったですね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。